ゆきゆき普天間進化チューン島唄です。はい、民謡ファンの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聞きながら楽しくゆきゆきとゆんたくさびら普天間の民謡好き進化が FM ギナワンのリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。はい、パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM ギナワン田辺ゆきです。この番組ではリクエストメッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ、はい、専用ダイヤルで私たちとお話ししましょう。電話番号は、090-3015-0797 090-3015-0797。 さあ行こう、おう、なんくるないさで覚えてください。はい、ぐすうよ FM ギノワンチューンしまうたんかい意味せびりたい。FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。 FM ラジオ放送とインターネットで同時配信しております、はい、FM ギノワンのホームページから映像と音声もお楽しみください。はい、サイマル放送もスタートしておりますので、うん、FM ギノワンのホームページを見てみてください。はい、音楽も全部聞こえますからね、うん、はい、でユーストリームツイキャスでも配信しております。簡単にメッセージ送れますのでどんどんつぶやいてください。はい、大歓迎でございます。さて、前半はそんな感じでリクエストをお待ちしてます、うん、どんどんかけていきたいと思います、はい、で後半はお遊びコーナーがあります、うん、今週は2週目ですので、うむくじ、いみくじ、おみくじ、くじ引きで出たお題についてトークしていきます、うん、ですが、はい、今日なんか子供さんが、うん、いらっしゃるのですがすごい絵だね親子で並んでいる、はい、今日僕の次男りょうたが来ております。こんにちは。こんにちはなんでかわいい、緊張してるの、うん、ドキドキしてる、うん、自己紹介してごらん。じゃ、大城りょうたです。6歳になりました。おし、どこの学校歩いてますか。天満小学校です。よし、へぇ1年生ですか。うん、うん、1年生です。まだ学校始まって1週間ぐらいかな。じゃあそうだね、あんまりまだ始まったばっかりだよね。うん、どうですか。だからまだ早いんですね。今日は学校の帰りですか。うん、どうですか学校は。学校は楽しい。楽しい。おぉ、いいね。先生は優しい？怒ったら怖いやっぱりビシッとしてるとこはしないと ね、 そうね、みんなダラダラするからね、うんうん、さてどうするか入学式はどうだった？ドキドキした？園長先生変わってた。あは、あ、校長先生ね。あ、その小学校の一緒のところの保育園に行ってたってことですか。そうそうそう、幼稚園から上がって小学校になって、はいはい、その時にもう校長先生変わったんだよね。あ、うん、うん、名前わかる？校長先生の名前知らない。知らないじゃあ担任の先生の名前は。担任って何ね。亮太のクラスの先生の名前は。あー、矢川勝恵先生。おし、へえ。どういうリアクション取ったらいいのかわからないんですけどいやでもこの小学校1年生ってすごい転機じゃないですか。今まではまあ一応お子様で扱いですけども、小学校に入ったら子供扱いじゃないですか。ちょっと変わりますよね。そうだ、ちょっと変わってるね、心構えというか、うん、朝起きるようになってる。お、えらいね。何時に起きるの。お父さん何時だったっけ。
7時半、7時か。うん、うん、学校歩いていくの？うん、お兄ちゃんと歩いていく。あーいいな。じゃあ歩く時間もいるから何時に家出るの？何時に出る？難しいかな。8時ぐらい。 8時前だね。徒歩5分なんですよ、学校まで。あ、そっか、そうそうそう、近いんですね。うん、近いから。しっかりしてますね。そう、うん、これ何時に何してとか分かってない子供多いんじゃないですか、まだ1年生だったら。そう、うん。まあ、うちの花笠の大学馬車ですから。へえ、うん、稼ぎ頭です。うんうん。おうち花笠のお店やってるけど、いつもなんか手伝いしてるの？忙しい時は、うん、手伝いしてるけど、うん、他は？他は、うん、ビールとか運べないわけさ。うん、そうだよね、こぼしそうだもんね。なんか大人がビール入れて、うん、なんか上がって持ってお客さんにあげる。うん、うんうん、できるとこは手伝ってるってこと？うん、えらい。なんかお皿持ったりとか、うん、うんうん、繁盛してる、してる感じですね、花笠ね。いやいやいや何、どうしたんですか？いやいや何か連絡か何かしてるんですか？いや、歌詞を探しております。あー、そうですか、うん、はい、じゃあ今日も始めていきたいと思います。はい、リクエストね、電話番号もう一回言っときましょうかね。090-3015-0797、 090-3015-0797。 はい、リクエストしてくださいね。はい、まあ、リクエストが来なければ、うん、私たちが喋って待っときますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ1曲目は生演奏しましょうかね。よし、はい、何歌うんだったっけ。はい、ちょっと待って。じゃあ、はい、うん、今日はですね、あのいつも生演奏やってるんですけど、生演奏のリクエストがありまして。あ、そうなんだ。はい、サマスタのおじさんから電話で、はいはい、チンサグの花を、あ、ティンサグの花を、ティンサグの花をやってくださいということだったので歌いたいと思います。チンサグの花、うん、朝ゆちもみがち打ち渡ら、朝ゆちもみがち打ち渡ら、
地千代の境、かなて地由の境、なしばなにごとんなゆることやしがなさぬゆいからどならぬさだみ、わしんなよやわしんなよわねうぬとんどかなかんどゆつみはじかさいかたれがくばるちちゃやまちぬくぬやがはいちゃるいくつばやかなさしいかやわったたいわしんなよやわしんなよわねうむとんどかなさんどちゅらさる花やちりとくん大地さかする花ねむるたといあらしのうちやきんかなさしいかやわったたいわしんなよやわしんなよわねうむとんどかなさんどはい、ティンサグの花からかなさんどお届けいたしました。りょうた、ありがとうございました。いつものメンバープラスりょうたでした。ダメだ、ティンサグ歌詞が全然出てこなかった。すいません。うわ楽しかった。よし、もうあっち行っといて。すごいね、上手だね。もう喋ることないさ、りょうたは。うん、ちょっとお父さんの、うん、歌聞きときた。もう歌わないよ。ちょっとさ、今から何すんの？ん？あのお姉ちゃんと喋ろう。うん、止まったやつ。ティンバグの花。これいいね。うん、じゃあこっち行ってくんだったらもう喋らないでよ。うん、ゆきゆきチューンしまうたをお送りしています。はい、ティンサグの花ちょっとボロボロでしたが、すいませんでした。りょうた、すごい上手かったですね。こんなの分かるんですね、さすが。もっとレパートリーあるような、本当はな。お、聞こえてないかあ、そうか。すごいですね、6歳でこんなにうちなぐちの歌歌えてすごいですね。最近よ、はい、お客さん少なかった歌わんわけおかしいでしょ。で満席とかなったらさ、早くやろう早くやろうってよくさ、うん、へえ。してなんか声の張り方も違うってばお客さんの入りでこれはどういうことですか？歌いがいがないってことですか？お客さん少なかった歌わんよな、うん、なんでよ。お客さん少なかったら、うん、盛り上がないからこれはどう思いますか？正解かな
違う違う。でもそこでテンションを上げていくのが歌い手の方でしょ、うんね、これって結構ね、うん、難しいんだよね。難しくない、うん、あの心がね折れないようにね、うん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 、強くないとね、どんなに一人しかいなくても、うんうん、パーってこっち舞台から楽しさをこうね作っていかないと。多分お客さんもさ緊張すると思う。自分にだけ歌われてる。一対一なるさ、はいはいはい、余計も問いかけもその人にしかしないから。はい、はい、何聞きたいとか、うんうん、これがもうたまたまみんな全然知らない人とかだったら。でもなんか花笠ってそんな雰囲気なりますかね。別になんか、うん、そんなアットホームな感じなんで、もし一人でもそんな緊張しない雰囲気あると思いますけどね。緊張はしないね、うん、自分の、まあ、よそのとことかだったら緊張するんだけど、はい、そうそうそう、なんかどことは言わないですけど、うん、すごい広い民謡酒場とかで自分一人の時とか一人とか二人だ、ね、お客さんが、うんうん、やってる人と人数一緒くらいの時とかあるじゃないですか、はいはい、絶対電話していった方がいいよ。俺よくさ見えるか、こうなって壁に耳当てるわけ。あ、はい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 、わかる、どのくらい人がいるかなってやった時に何度かバンって開けられたことがある。デイゴで名前出して、うん、デイゴってさ前鍵穴がなかったわけ、はい、鍵穴がなくて吹いてるわけさ、はい、で見えるわけ中が、はいはい、でこうやって中見てから向こうも耳澄ましてるんでしょ、多分誰かお客さん来ないかな、ね、そうそうそう、でひでこ姉さんって言うんだけど、はい、姉さんがいたら姉さんの顔色見てから、はい、あと1時間後だなって、はいはい、決めるんだけど。ありますよね、あるある。でもこの舞台やってる方としてはやっぱりあまり緊張させてもいけないし、うん、そうだよね、そうそうそう、声も張っていった方がいいと思うよ。頑張ろうね、りょうた、うん、お前もっとお三線覚えれ。三線、うん、三線はやらない。だって三線、うん、間違えてからさ、うん、なんかこんなって四角みたいなやつ、うん、なんかやりすぎちゃってから、うん、壊れる時もあるわけさ。よし。どういう意味ですか。なんかそうね。なんで訳してくれないんですか。もう三振練習しないできないじゃん。何でも練習しないできないさ。うん、じゃあ三振。またなんか人が多かった三振とか取ってからこうやってやるわけさ。お弾けないのに。いやもう真似でいいんだよ。別に弾けなくても。もう持ってステージ立ってなんか音鳴らしてるだけでわーってもう喜んでくれるから大人は。分かった。うん、うんうんうん。練習頑張ろうね。人気者になるよ。いいね。もらえるという。何をお金のマークしてた手が。はい、はあ、ちょっとさ、はい、ちょっとさ、うん、I45 しかできない。あ、そっか、 I45 を教えたわけ。うんうん、カラバンチの上から。じゃあ女武士とか。そっからか。ヌブイクドチとかな、できる曲あるよ。逆に難しそうだね。逆に難しいですけど、うん、三線簡単の基本的に歌難しいから。そう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 。さあツイキャスの方も、はい、来てますか。ベジネコズキさん、はい、ありがとうございます。ベジネコズキさん、はじめましてかな。はじめましてですね。こんにちは、はい、うん、祝音楽流せるようになったおめでとう。あ、そうそうそう、うん、ありがとうございます。ネットでもね、うん、全部流してますのでそのまんま、はい、はい、ぜひお楽しみください、うん、はい、またツイキャスからのリクエストもいいですか、うんうん、と来てるんですよ。あ、はいはい、いいですよ。はい、ツイキャスからでも結構です。よろしくお願いいたします。お父さん、あっちりょうたって書いてある。おお、りょうた歌うんだろうって来てる。あのおじさんよ、いつも来るお家に三振の稽古しに来るおじさんがいるさ。あのおじさんが、うん、誠新垣さんね、歌ったよね、うん、上手でしたよ。歌詞忘れたな、親子揃ってな、うん、うんうん、歌詞忘れた時の、ね、このごまかし方とかもね、うんうん、これから覚えていったらいいんじゃないかな、はい、止まったらダメなんだよね。ダメですね。止まらなければいいです、うんうん、これからララララって歌ったことがあるね。大きいステージでパンって真っ白になってからさ、うんうんうん、ラララララララ何の歌だったかな、しなべなまだったかな。はいはいはい、で編曲してお届けいたしました。シーンってなって心が折れたことが
あ、でもその編曲してるってことに気づかなかったのか、おいおい、なんでこんなの忘れるっていうのか、どっちかですね。失礼なんだよね、作った人にね。あ、はいはいはい。急に真面目なこと言って。そりゃそうですけど、そりゃそうですけど、緊張して忘れることもありますよね。はい。歌詞は覚えよう。クーラーボックス、うん。クーラーボックスにいっぱいにならないからだよなってきてる。どういう意味？前ステージだった時に、うん、たくさんお花いただいて、はい、で俺がこれの前にクーラーボックス置いたわけ、はい、でこっちにどんどん花が入ってきて、お、はい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 、歌ってる途中に数えてるという。あーあー、はいはいはい、うん、クーラーボックスって何ね。あ、まあ箱をね、うんうん、歌ってる時に箱を前に置いたらお客さんお金入れてくれたりするやん。お金もらったことあるでしょ。だから別にその時クーラーボックスがあったから置いたんだよね。そうそうそう、全部寄付したよ。おう、本当の話。どこに、うん、チャリティーライブだったわけ。あ、そのまま寄付して、はいはいはい、すごいな。もうエンターテイナーになりますね、そんなちっちゃい時からね、やってたら。うん、お父さん抱っこさせてくれ早く。抱っこさせるって意味なんない。さあ、電話ならず。教えないんだ。電話ならないですね。電話は照れるのかな。一、うんうん、曲いきましょうか。じゃあ、はい、何を歌うの。じゃあね、あ、今度はね、うん、CD からかけますよ。はい、はい、もうすぐ日曜日ですね、今日木曜だから金土日、あと3日でテルリン祭があります。コザで中央パークアベニューを通行止めにして、はい、民謡の歌者とかが、大御所がたくさん集まってきて、すごいね、ねえ、キャストがライブがあるんですよ、うん、それがタダで聴けるんです、うん、素晴らしい、ね、皆さんテルリンという、テルヤリンスケさんという人の魅力にね、こう、うん、もう引き寄せられて、うん、この人の芸とかを継承しようということで集まってきてね、自主的にされてるんですよ、うん、はい、はい、で私も大ファンなんですけど、うん、今日はねちょっとでも魅力が伝えられたらなと思って、でこれ年に1回の大きなイベントなんで、ぜひ日曜日はね、うん、行ってほしいのでということで宣伝しようと思います、はい、ね、テルヤリンスケさんの67の青春という CD アルバムからいろいろ面白い曲がね、うん、あって、はい、かけたいんですけど、例えばね、道具のチュラサとかもかけたいんですけど、これ大丈夫な、まあまあまあ、なんか多分この番組でかけたらみんな意味分かりすぎてちょっとダメかなと思って。そうかそうか。もっと若い人だったら分からずにさらっと流せるかなと思うから、うんうん、ちょっと違う不思議な言葉という曲をかけたいと思います、うん、はい、これはですね、星の綺麗な夜でした。歌詞を先に言いますね、うんうん、彼は夜空を指しながら、ワッタータイが未来や安念グッドグアテとかなんとか不思議な言葉で騙されちゃったのよって、うんうん、そんな感じで続いていきます、はい、では聞いてください。
テルヤリンスケさん、不思議な言葉を聞いていただきました。すごい歌手だね。はい、素敵でしょう。この段階がすごいね。あーストーリーになってて、最初は星を見ながらね、ワッタータイガー未来や、うん、アネアングトゥグアテとかなんとか言ってて、はい、でその次は風そよ吹く春の宵、抱いて抱かれて夢見る心地、ワンアットワンクシジから大手こうよ、マーヌハティマディンとかなんとか、はい、オルナとついてこいと、はい、どこまでもついてこいと、で忘れられぬのはあの日のことよ、真っ赤な夕日を身に浴びながら、ワッタータイがちむぐくるん、薄まさ燃えとんやとかなんとか、はい、あそれからワンシンジリオーチャンネンサムルシワスナヨやとかなんとか言って、不思議な言葉でかさげらされたのよ。かさげらされたってこのミックスかもしれない、方言ってのこの、そうですね、かさげらされた、うん、不思議な言葉でとかはね普通の言葉ですもんね、うんうん、かさげらされたのよか、この歌い方がまた良くないですか、良、うんうん、いねえ、声もなんか優しいし、いやらしくないね、まあ、いやらしくないですね。初めて聞いた、面白い。こんな感じでいい歌もたくさん作られてるんですよね、うんうん、その日はカバーとかもあるのかな。そうそう、みんなやっぱりテルリン祭だから、テルリンが作ったこと、うん、あの歌のカバーもお、うんうん、いっぱい飛び出しますよ、はいはい、今週日曜日ですね、はい、17日、はい、パークアビニュー、はい、行こう、はい、あります、ぜひ、うんうん、行ってみてください、はい、それではじゃあ、電話がかかってこないので、うん、メール紹介します、はい、でこれメール来てるのは386コーナーに来ておりますので、それをやってみようと思います。はい、私作ったんだけどな、ちょっと喋っててもらっていいですか。はい、ちなみにどちらからメールで、あ、銀のトロンボンさん、あ、銀のトロンボンさん、はい、ありがとうございます。これまた歌謡曲ですか。説明しといてください、386コーナー、あ、この386のコーナーはですね、龍華8886、の文字を使ってですね、歌謡曲龍華何でも、こちらでつらねと一緒に、曲も流すというコーナーでございますが、第一発目がですね、海援隊の送る言葉を流したんですがはい、この曲がまた暫定1位でございます、はい、すごいインパクトでした、うん、では、はあ、ちょっと練習、ちょっと待って、練習したいです、うん、いいよ。で今日も縦書きで送ってきてくださってるんで、ありがとうございます、メールなのにね、うん、練習中ただいま練習中、はい、じゃあちょっとただいま練習中、もう練習する時間なさそうなのでもう行っちゃいます。はい、爽やかな日曜、降り注ぐ太陽、 Hey 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 It's a beautiful これいいな、これいいねいいですね初の英語がビューティフルサンデー懐かしいな、これ世代だな、あ、世代でしょ。あ、そうなんですよ、わからないです。いや、きっとそうだよ田中誠二さんのビューティフルサンデーでした、うんうんうん、はい、懐かしいな、この爽やかな感じとのギャップがいいですね、うんうんうんこれいいな、上位に食い込んできたな食い込んできましたね、うん、あ、なんか次オリジナルもなんか作ってもらってますね、うん、ギノトロンボンさんがこれ、はいはい、でも曲がセットになってないから、うんうん、なんかちょっと情け歌弾いてもらっていいですか、うん、じゃあ行っていいですか。はいはい、じゃあ次行きます。銀のトロンボーンさんからの一句でございます。
幼き頃の初恋の人、月日が経ちても綺麗な人。あら、切ない、綺麗ですね。幼きでパッとこの曲が浮かんだんだけど、幼き頃の初恋の女性、月日が経ちても綺麗な人、うん、小学校の頃から可愛かった同級生の片思いの女性、50代の今でも綺麗な女性です、うん、だって、うん、へえ、初恋って忘れられないのかな。忘れられないよね、うん、いいですね。でも大概小学校の時、うん、あんなに美女美男だったのに、うん、ああ幻滅みたいなことが多いじゃないですか。あるよね。だいたいこの人同窓会来ないよね。ああ。刺して、はいはい、自分で。ああそうですか。うん、でもこの全然今も綺麗っていいですね。うんうん、いいね。あらちょっと運命ですね。アルマナーズに昔のイメージがまだかぶらせてるんで、はいはいはい、自分で。でも、うん、そんな人います？言っていいの？ダメですか？2時間ぐらい喋るよ。よく私はもう地元から離れてるので、うん、あんまりばったり出会ったりしないですけど、うん、そうだね、たまに地元 の、 その小学校の頃住んでた頃の近くのスーパーとかに行くと、うん、おっさんになってる人とか、自分もおばさんですけど、いますよね。あの人岡田くんだみたいな。いるね、この乳母車押して。あ、はいはい、あ置いたな、お互い置いた、うん、あるね、俺地元ずっと地元だから、うん、で普天間の人って普天間からあんま出ないわけ、はい、結婚しても、だからもう運動会行っても同窓会だし、入学式行っても同窓会みたいな。あ、そっか、そうそう、会いたくない人とも会わないといけない。あ、そっか、だからなんかこの辺でなんか友達作ろうと思っても結束固いんですね。なんかちょっと入れない雰囲気がある、ね、うん、だって小学校からの付き合いだったらね、なかなか外から来た人ね、それにはかなわないですよね。いやいやいや、ただの田舎の島根性で。はい、いや素敵なエピソード、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。トロンさん、あとなんか、先週 FM 読谷のところから、うん、FM 宜野湾聞こえてますよって、あ、はいはい、言ってた、うんうん、その写真を送ってきてくださったんですけど、なんかギャラリースペースが超綺麗なんですよ。 FM 読谷、幅15メートル、奥行き11メートルぐらいあります。ぐらいって割と厳密ですけど。そうだね、この FM 宜野湾ぐらいあるんじゃないって、うん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 、ここも割と広いんですよね、あのスペース、うんうん、待合っていうか、はいはい、スタジオも広いし、うんうん、でまあ眺めがすごいからね、うんうん、こっち、うんうん、眺めは負けてないんじゃないかな。こっち一番じゃない、ね、日本一ですよね、絶対ね、絶対日本一になるかもしれない、ねえ、ね、うん、やろう FM、はい、景色が綺麗なスタジ オ、うん、スタジオコンテスト、はい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 、優勝賞金できるやつ作ろう。そう、なんか意外とどっかめっちゃ綺麗なとこあったりして負けたりして。それでもな、でもこの海はね、うんうん、沖縄は負けないですからね。神奈川方面強そうだね、なんか、ね、強そうだけどこの海の色はないと思う。そうだね、ね、うんうんうん、で宜野湾と FM 読谷もなんかライブがミニライブができるぐらいの広さだそうですよ。負けられんやね。こっちもなんかね、うん、スペース使っていろいろ盛り上がることやっていきたいですよね。やりましょう。はい、それからもう一つ、うん、こんにちは、田辺ゆきさん、大城ゆきのりさん、 FM 宜野湾のスタッフの皆さん、今日もおかしなかっこ笑い、ラジオネーム銀のトロンボーンです。2通目です、ありがとうございます。はい、こんにちは、お二人プラスワンさん、プラスワンさんもあのはけられましたね。もうあっちでゲームして終わりですか、もう。はい、NS 琉球バレエ団に所属してそうなゆきさん、今度土曜日4月16日、琉球民謡とバレエを融合した踊り、手だこホールにてゲスト出演するのですか？するのですか？知らない。そんな NS 琉球バレエ団ってあるんですか？わからない。お、
バレエわかんないです私も。バレエ、バレエでしょ。バレエ、そう、バレエ、バレエ。でもよく言われます、なんかバレエやってるんですかって、姿勢がいいからとか言われるんですけど、そんなことないんですけどね。アブシバレエですよって言えばいいです。誰にも通じないんじゃないですか。アブシバレエやってるところってこの辺あるんですか。ないだろうね。ちょっとアブシバレエの時にバレエやるってくだらない。あのトウシューズ履いていけばいいですか。アブシバレエにね、どう、あれ、あ、志村けんの、あ、あの何、アヒル、ああ白鳥みたいなのつけて、白鳥の湖をそうそうそう、あのあぜ道のとこでやるんです、うん、またアブシバレ。確かになんかちょっとなんか魔物とかどっか行きそうですね。ありがとうございます。面白い、はい、じゃあまた一曲おかけしましょう。はい、はい、じゃあ上川星人と千奈貞夫さんのかなあよをお聴きください。はい、沖縄民謡の方の花って何か、沖縄民謡の方の花って何か、え、なんかありましたね。逆に歌謡曲になるってこと、ベジネコスキさんはこれ聞こえてるのかな。あ、今ツイキャスは聞こえてます。民謡の花ですね。おかけしますね。あ、はい、OK です。泣きなさい、笑いなさいですね。おかけしますね。
素敵でしょ。何この涼しげなまた俺に言わないであのね、この番組ねちょっとひどすぎるなと思って、いつも行き当たりばったりすぎて、うんうん、もうちょっとちゃんとしようと思って、はい、ちょいちょいジングル作ったりしてるんですよ、うんうんうん、時間のある時に。はい、ありがとうございます。美しいでしょこれ。いいね、涼しいね。はい、はい、何が始まったかみたいな顔してて、新しい CM かなと思った、ね、はい。さあ、それではお送りしております、うん、チューン島歌です。はい、続いては花笠コーナーでございますが、うん、ありますか。前も言ったっけ、周年祭を、今月4月29日と30日ですね、皆様のおかげをもちまして3周年を迎えることになりました。はい、でそれでもささやかながら宴を設けますので、皆様よろしかったら遊びに来てください。はい、何日ですか。29、30です。4月、金どうかな。あ、はい、うん、ど、あ、夜？夜。はい、わかりました。7時から19時からですね。はい、お待ちしております。はい。何も予約とかいいんですか？特に、もう詰め込むんで、その日は。うん、へぇー。はい。わかりました。みんな誘っていきましょう。あ、よろしくお願いします。グス用、スリトーチ、メンソーチ、キミソーチみたいな感じで合ってる？はい。そんな感じで。自信がない。はい。そんなものでしょうか。はい、はい、では、ツイキャスの方でベジネコ好きさんからリクエスト来てます。はい、花という曲ね。うん、うん、おかけしましょうか。あのオリジナルのやつでいいですかね。木梨昇吉さんの、うんうんうん、はい、はい、じゃあ花をお聴きください。
はい、チューン島歌、はい、花をお届けしました、うん、木名正樹ちゃん名曲でしたね、うんうんうん、いいね、はい、なんか改めてちゃんと聴いた気がする、綺麗に、ね、最初から最後までいい歌ですね。そうですよね、なんか流行ってた時はね、うん、あもうよく聴きすぎて、そう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 、ね、あんまり内容を聴いてなかったりするけど、うん、やっぱりこう間を置いてね、うん、もう一回また改めて聴くと本当にいい歌ですね、うん、新鮮でした ね、 逆に ね、 ね、うんうん、リクエストありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、ここで一つお知らせですね、うん、はい、はい、FM ギノワンよりお知らせです。ギノワン市では平成29年度からスタートする新しい総合計画を作るため、市民の皆様とともにギノワン市の将来について自由な意見交換会を開催します。開催日時は5月25日水曜日、6月22日水曜日、7月27日水曜日です。各回午後7時から午後9時頃までです。対象は宜野湾市内に在住通勤通学している18歳以上の方です。募集人数は30名、先着順です。申し込みは4月22日までに宜野湾市企画部企画制作課へ電話申し込みか、宜野湾市ホームページより申し込み書をダウンロードの上、郵送、ファックス、E メールにて申し込みしてください。連絡先は電話番号 893-4411 内線417、宜野湾市企画部企画制作課です。以上、 FM 宜野湾よりお知らせでした、うん、はい。さあ、ツイキャスの方がまた来ておりますね、はい、シュガーさん、764FM 局栃木からもい、初見です。あ、栃木の FM76.4、うん、っていうのがあるんですかね。 76.4FM 局栃木からもい、はい、お、シュガーさんもい、もいって何？始めました。あ、なんかあのツイッターとかツイキャスの挨拶です、うん、あ、そうなんだ、すいません。いやいや、わからないくて大丈夫です。へえ、なんか何でこうコミュニティ FM とかのくくりで探したんですかね。何でしょうね、それ飛んできた感じ。へえ、栃木か。栃木、友達がいましたけど、もう引っ越していないんだけど、うん、今はねオーストラリア行っちゃったんだけど、へえ、なんかあります。栃木、栃木といえば寒いよね。寒いですね、うんうん、こっちと比べたらね、まあね、沖縄に比べたらね、うんうん、はい。日光東照宮って栃木でした、うん、違うかな。栃木といえばもう何ですか。あれさ、あれ何ですか。何でしたっけ。早くもうあのシュガーさん書いてくださいよ。私たち困ってる。助けてくださいよ。あのほれ、だいたいステージさ、はい、ステージやつは観光客の方の前でやるさね、はいはい、どっから来たとか聞くんだけど、はい、だいたい答えきれんわけ。で、大体寒いですよね、うん、あこっちよりは、はいはい、っていうのでごまかしてる。そうそうそう。失礼な話ですね、うん、気候が悪いんだけどさ。あ、はいはい、全く失礼だと思います。ごめんなさい。やめます。はい、そのぐらいですか。うん、この栃木の FM もね、うん、聞いてみたいですね。カラーってことはシュガーさんも番組やってる方なんですかね。ですかね、どうなんでしょう、ね、うん、今度ね逆に書き込みしないとね、うんうん、はい、うん、はい、探してみましょうね。はい、じゃあ、うん、また1曲おかけしましょうか。はい、あの今度テルリン祭にも出られる方からね、うん、かけたいと思います。はい、うん、あれです、何でした。あ、はい、前川源ちゃんのカチアチどんどんを聴いてください、うんうん、
ちゃんめ。されされ、盛り上がっているところすいません。もうエンディングになってしまう。羽衣祭りを思い出しますね。勝ち足大会ね。あれ、源ちゃん生演奏なんですよね、毎年ね。ずっとね。炎天下の一日中。あれ、本当に面白いですよね。で、聴いてても絶対飽きないですよね。その後またライブするのかな、源ちゃん。はいはいはい。抽選してる時に、源ちゃんライブが始まる。そうですよね。踊りのバックだけではやっぱもったいないですからね。そうまさに一日中歌ってるね。ねえ。ほんとすごいリズム感なんですよね。すごいだから盛り上がるんでしょうね。で、あんな面白い感じでトークもできるし、すごい人ですよね。芝居もできるし。ねえ。すごい先輩だね。ねえ。本当に日曜日それも見どころですね。あ、そうだね。はいはい、いつもね、はいはい、盛り上げてくださいますよ。はい、それではエンディングに近づいてまいりましたね。また来週も、はい、ぜひメッセージを頼りにしておりますので、はい、送ってください。よろしくお願いします。今日もたくさんメッセージありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあ最後にこのままの特にないです今日は何だった、りょうくん、りょうた、りょうた、ありがとうございました。ありがとうございました。外れた歌を、はい、いやいや、はい、っていうか楽しかったです。ではまた来週まで、お元気で、さよなら。